不明堂です。ピックアップガチャ速報ということで、今現在ですね、私は東名の鮎沢のサービスエリア、パーキングエリアにいるんで、ちょっとね、トランクの音、あとセミの音がうるさいかもしれませんが、ご了承ください。ラインナップ、ジャングルクルーズミッキー、プリンセスシンデレラ、パステルアリエル、波乗りスティッチ、パロット、ジャックスパロ、コンスタンス、ロマンス、ベル、ロマンスヤジュ、ミキスターインクレディブルっていうところです。デラストショアスキルチケットということで、7枚目のスキルチケットが確定いたしました。強いというか自分が、セレボで予想したツムですけれども、結構当たってますね。ジャングルクルーズもいるし、ジャックスパローもいるし、で自分が言ったそのなんだディズニーリゾート関連のツムやっぱ来るんじゃないかって言ったところが、コンスタンスとか、パロットが当たってきたのかなというところですね。はい、っていうところで、さあ、常駐ツムは何なのかっていうところですけれども、なし、全て期間限定ツムでございますよと。で、あとはどうでしょう、強いツムはそんないないんですけども、あえて言うならプリンセスシンデレラが結構強いかなというところですね。消去しつつ特殊ボムでまた大消去が練るということで、2段階、消去が段階しか、2回大消去が狙えるっていうところで、結構満枚出しやすいツムですよと。それが、ピックアップできてるっていうのは、いいことかなと思います。はい、であとはって感じですね。ジャングルクルーズもそれなりに、パステルアリエルもそれなりに稼げるみたいな感じですね。はい、ラストショースキルチケットなので、コイン300万ぐらいあれば、とりあえず引きなのかなとは思いますけれども、今月ダッフィーの二度と復活しないツムが、来てますし、来月も、確実に2体は二度と復活しないツムが来ますので、そこを、必ずゲットしなきゃいけないっていう、使命があると思いますので、そこがちょっと不安だっていう方はとりあえずスルーでいいと思いますけども、コインね、いや俺はいけるっていう方、私はいけるっていう方は、スキチケ狙いで引くのはありじゃないかなと思います。皆さんね、引くかどうかぜひコメントでよろしくお願いします。で、おそらくですけれども、はい、第3弾、まだ第2弾ピックセレクトボックスは来てないんで、月末なんか暑そうなセレボが来そうですねっていうところですね。であとビンゴは開催しましたよというところと、はい、キャンペーンも、来てます。ゲーム15回プレイと隠れミッキータップということで、今日スキチケもらえますね、これで。はい、ということで、ちょっと隠れミッキー自分まだ探してないですけども、はい、そこら辺もね、皆さん頑張ってやってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。